それじゃあやってきますか。久しぶりの監督キャリアを進めますか。さて、今が、パルマは11位で、サンプドリアとね。特に交換するとこないかな。OK、これでいこう。皆さんこんにちは。すでにサポーターで満員のスタジアムから注目の一戦もご覧ください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ B のこの一戦、パルマがサンプドリアを迎え撃ちます。よろしくお願いします。ここも面白いマッチアップになりましたね。素晴らしいプレーを期待しています。ホームチームのスターティングメンバーです。よいしょ。あ、やばい。やばいやばいやばい。あ、やばい。あぶねー。おお。やばい。よかった。おっちょは。ああ、ダメか。ゴールに迫られるも、ひとまず危機を逃れました。おっと、ボールを返した。今日もこの選手から目が離せないでしょうね。よし、よし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 。注目が集まります。今シーズンはサイドから行けるか。していますからね。アシスト数は、お、いい展開じゃない、これは。中どうだ。まだまだあるまだある。ここはじっくりとパスを回
ほぼ出てきません。サポーターも必死に応援していますから、このコーナーをものにしたいですね。このコーナーは誰に蹴るか。このコーナーはキーパーがかろうじてキャッチしています。おお、しないスカット。ああ、ダメダメダメ。よし、行け行け行け。あ、コーナーキックです。勝ち越しに結びつけられるか。このコーナーから勝ち越しに結びつけて、これはバンだな。バン、誰に合わせるか。コーナーから中へ、うわー、こぼれ球、まだ大丈夫。いける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 。クリア、マン、ブロック。あー、どうだ、守り勝てえな。お、チャンス、よし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 、オッケー。先制点ゲット、最近調子いいじゃん。サンプダリアから勝ち点取れればかなり調子いいぞ。よし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 。ここで前半終了です。完全にゲーム支配してますね、今回は。どうかな、ここが。センターフォワード、これで今日いるのはストレンカーでお二人か。もう1点取ればだいぶ楽に試合進められるけどね。そんな甘くないか。ボールを取り返します。相手の動きを読んでいました。よし、
よしよし。ここはファールを取りました。フリーキックです。どうやら交代があるようですね。前に押し出します。ディフェンス陣の奪い連携で攻撃を止めます。どうかな。お、なんか右サイドいけるか。あ、まだ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 。シュートまで持っていけるか。ガーン。2点目ならず。おうわあたりがやっぱ見やすいかな。どうか。ここでスタジオからお知らせです。高い量で PK だったようですね。はい。アウェイチームが PK を獲得しました。これを手堅く得点に結びつけています。ターゲットがボール右下にしっかり決めてみせました。現在スコアは2対2。テレビの引き見やすいかな。場面は。お。これはカウンターのチャンスです。チャンス。チャンス来た。来た。いやー。うまかったけどな。このシュートはゴールキーパーが抑えます。パスをカットした。今ならカウンターも狙えます。最後の攻撃になるかもしれません。やべ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 、あっねえ、交代しよう。ベテラン投入。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。
分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね。おっと裏に抜け出そうですよ。落ち着いています。よく落ち着けよ。チャンス来たか。最後に。だあ。一旦クリアしましたね。やべ、ここしっかり守ってよ。最後。多分これ最後になるから。終われ。まだ終わんないか。終われ。やばいやばい。最後しっかり守れ。守れ。しっかり守れ。ぐわ。これマジかよ。映像が来ました。これだよな。この最後だよな。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。最後なんだよ。守りきれないんじゃない？いつも。ここは両者引き分けという結果に終わりました。どちらのチームにもチャンスはありましたが、そうなんだよね。でも守りきれないんだよ、ね、最後いつも次節以降への影響も考えて無理を。ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista。Grazie di nuovo per aver risposto alle